こんにちは、ちえです。以前発泡レタンを使ってこんな感じの作品を作ったんですけど、この発泡レタンっていう素材がすっごく気に入ったので、今回はまた発泡レタンを使って別の感じのものを作ってみようかなと思うんですけど、この時に使った発泡レタンがね、グリーンフォームっていう名前で、ここあのベースの色が黄緑っぽい色で、その色を隠すのにちょっと苦労したので、今回ちょっと別の種類の発泡レタン、これ普通にホームセンターで買ったやつなんですけど、こちらを使ってみたいと思います。まず最初に使用するのがこちらの IKEA で買った額縁なんですけど、この裏側にマスキングテープを貼っていきます。これで一旦この透明なシートを入れて、でまたこの縁にマスキングテープを貼っていきます。同じ額縁がもう一個あるので同じようにマスキングしていきます。はい、というわけでこんな感じで2つの額縁のマスキングが終わりました。今度はこれを外に持っていきます。ベランダに段ボールを設置しました。これね、ちょっと裏側に両面テープを貼ってみたので、これを剥がして、で奥に貼る。うん、貼れた。あの額縁がこれ軽いのですごい簡単にくっつきますね。ではこんな感じでノズルをつけたので縁に噴射してみたいと思います。うん、大丈夫。いきます。え、全然くっつかないんだけど、どうしよう。困ったな、くっつかないな。落ちるわこれ。こんな感じでちょっと無理やり塗りつけていく感じにしようかな。じゃあ今度この下のやつね、ちょっとこっちにはみ出しちゃったけど、まあこれはいいや。はい、というわけでこちらとこちらで丸々1本使い切りました。これはね、余るかと思って用意したんですけど使わなかったです。で、前回のに比べて硬化し始めるのが早いような気がしてるんですけど、ちょっとこれで完全に固まるのを待ちます。というわけで2つの額縁にこんな感じで発泡レタン吹きつけたやつ固まりました。こっちの方は立てた状態で発泡ウレタンを使ったやつで、ちょっとね、垂れた感じにしたかったんですけど、この額縁に対して思ったよりもくっつきが悪かったので剥がれちゃって、全然ね、垂れた感じにならなかったんですよね。想定してたのと全然違います。で、もう一個のこっちの方に関しては思ったよりも途中で発泡ウレタンの量が足りなくなっちゃったので、もうちょっとね、モコモコってくした感じにしたかったんですけど、まあまあ仕方ないかなっていう感じです。どっちも裏面にこういう感じで出てるので、この出っ張ってるところをまずカットしていきます。あー、なんかね、前使ったグリーンフォームに比べて中に入ってる気泡みたいなのが結構少ないなっていう印象ですね。個人的にはあの中に気泡が大きいの入ってる感じが結構好きだったんですけど、なのでちょっと残念といえば残念かも。グリーンフォームの方は色が緑だからちょっと透けちゃうと微妙だなっていうので、今回この白いのにしてみたんですけど、
穴の開き具合とかはあっちの方が好きだったかな。というわけでこっちはね、この裏面をカットしたこの状態で、こちら染め球のキンキラキンっていうやつをスプレーしてみます。これまでねメッキ感覚のゴールドっていうやつを使ってたんですけど、ちょっとねこれまた違うやつっぽいので試しにこっちを使ってみます。いきます。え、なんか思ってたのと違うんだけど、黄色いよねこれ明らかに。足りなかった混ぜるのが。え、これ黄色だよね。マジで？あとね、ちょっとスプレーしてから気づいたけど、裏面に発泡スチロールには適してないって書いてある。これ発泡スチロールみたいなもんだよ。なんかちょっと明らかに私が求めてるのと違う色なので、メッキ感覚にします。これでこのまま乾くのを待ちます。というわけでこんな感じでメッキ感覚を全体になんとなくスプレーしたんですけど、メッキ感覚が途中で足りなくなっちゃったっていうのと、こういうね溝になっているところ、こういうところにね少し奥行きを出したいなとか思ったので、プロの絵の具で溝になっているところとかを塗ってみたいと思います。でその後にまた新たなメッキ感覚で上からスプレーするっていうイメージですね。こういうスプレーが届きにくそうなところに黒を塗ることでなんとなく奥行き感が出るんじゃないかなとか思ったので、ちょっと試しにね塗ってみます。あ、もし出なかったら出なかったで別にいいんで。溝が深いところとか奥まってるところを黒に塗りました。これどうせ後でまたスプレーするので全部が黒のまんまになるわけじゃないんですけど、こうすることでちょっとだまし絵っぽくなるんじゃないかなっていうのを期待して、これで一旦乾くのを待ちます。最悪なことに取れてなかったんですけど、絵の具が乾いたのと新しいメッキ感覚が届いたのでスプレーをしていきます。こんな感じでスプレーをして完全に乾きました。こういうねちょっと深いところを黒にしたことによってちょっと奥行き感出たかなとは思うんですけど、まあほぼほぼゴールドで埋まったのでそんなにって感じですね。別にしなくても良かったかなっていう感じではあります。はい、ではこちらがですね、これ外してただの額縁にしてもいいんですけど、まあ中に入れる作品も特にないのでミラーをインしていきます。じゃん、結構いい感じじゃない？でもう一個作ってたんですけど、それはまた別の感じのデザインにしようと思うので次回続きをしていきます。